老後片蔵若間神宮諸蔵老味方没年不詳は、平安時代末期の女性、平清盛の嫁。母は、時は午前、源義経の威夫妹とされる。別名は三条殿。平時の乱後、源、義朝の側室、時はが清盛の妾となり生まれた。天下第一の美女と評され、左大臣、藤原県宮美の妻と仲が良かったので、 上楼女房となり、後に、剣雅の妾になって、かずめを生む、ワゴン書の名手であった、平家一門として都内から、壇の浦の戦いに至るまで行動を共にし、剣霊門院らと共に、源氏の捕虜となる。ただし、吉常のイ夫妹としての老後方は、軍記物語の平家物語や、源平盛水記にのみ登場しており、玉葉。 アズ鏡など資料においては確認されていない。尊卑文脈の官務兵士系図で清盛の娘の一人に、時はを母とする、老見方が記されているが、この書物の成立自体が、南北朝を末期であり、室町時代以降にも多くの過失が加えられているので、後代の人が物語に見える説を取り入れ書き加えた、可能性がある。 ケーズにもう一人県霊門院の姉で、左大臣、藤原健宮美室となった清盛の娘があるが、この女子を時輪の娘に似したところ、後に年代が合わないことから、もう一人女子を新しく、ケーズに加えた疑いもある。いずれにしても、時輪が清盛の娘を産んだことは、伝説の意を出ないのである。ありがとうございます。